女は村へたどり着く前に森で獣に襲われたそうだ。できて。こんにちは。迷ったの？ちょっとだけ。あなたは？私もちょっとだけね。じゃあ道がわかる？まだはっきりとは。でも一緒に行けば見つかるはず。どうしたの？これ何でもないよ。どこに住んでいるか教えて。リンデンベール。行けば怪我を見てくれるかも。どうしてここに来たの？お父さんが連れてきてくれたの。ごちそうの道を歩いていて、好きなだけ食べろって、待ってるって。だから歩き始めたの。でも蝶々を見て捕まえようと思ったら迷っちゃって。お父さんがどうしてあなたにごちそうの道を歩かせたかわかる？だって食べるものが何もなくて。どういう意味？悪さをしたの。水差しを割ってミルクを全部こぼしちゃって。ご両親は怒ったでしょうね。お母さんはお尻を叩こうって言ったけど、お父さんは無駄だって、家族が多すぎるって。ごちそうの道に送り出せばいいんだって。あなたとお父さんはいつ家を出たの？今日の朝。お日様は顔に当たってた？背中？背中が暖かかった。じゃあ東へ行かなきゃね。さあ家に帰りましょう。そしてご両親を子供を森に放り出しちゃいけないって説得しなきゃ。家には帰れない。狼の王様と群れがいるの。狼の群れに王様なんていない。いるの。見たことが？ちゃんとは見てないけど、木の陰から見たの。大きい目玉とすごい牙があって、すごくすごく怖かった。背中に何があるか見える？狼はこれを恐れる。王様でもね。さあ捕まって。
もう大丈夫。すごい、お父さんでもきっと無理だよ。私のお父さんならもっと倒せる。行きましょう。見て、あそこに何かある。ここにいて。来ちゃダメ。でも口答えしない。ここにいて。見てこなくちゃ。充血してる。でも湿り気がある。死んだばかりか。開いて腫れた唇、舌を噛み切ってるみたいね。ものすごい激痛だったのね。ああ、胸が潰れてる。多分肋骨が肺に刺さってる。何かに持ち上げられて木に投げつけられたのか。何かが足をもいだ。違う、噛み切った。ひどい。そこにいて、見ちゃダメ。あとは、あれ？骨髄が見当たらない。うん、さて、肝臓がない。どうしてお腹の中をいじってるの？靴紐を見て、ちゃんと結んでおきなさい。狼の王様はいる。ただし人狼ね。あの人はどうしたの？ただ転んだだけ。狼の王様にやられたんだと思うけど。最近の子供はみんなこんなに利口なの？狼の王様に見つかったらどうするの？いい質問ね。銀はないけど、オイルなら作れる。オイル？菜種から作るやつみたいな。いいえ、もっと特別なオイルよ。犬のジューシー、トリカブト、愚者のパセリ、狼の肝臓。これで狼の王様は猛烈な激痛を覚える。すごい。どうしてそういうことを知ってるの？お父さんが教えてくれたの？父じゃなくておじさん、ベセミルおじさんよ。よし、これで全部。あとは火を起こして落ち着いた油を調合できる場所を探さないと。何やってるの？剣にオイルを塗ってるの。ベセミルおじさんの調合法の効果見せてもらいましょうか。こっち、洞窟を通るの。案内して。暗いわね。怖い？あなたは？ええ、なんだ狼の王様よ、これで信じた？ええ、さ、隠れて。作ったオイルは役に立ちそう？どうやらダメそうね。Okay.
なんてことだ、やっつけちまうとは。こんなの見たことがない。出てきて、大丈夫、おいで。私たちが通って幸運だった。森ではもっと不運な人を見たもの。そりゃやれんだ。ミッドコプスから一緒に帰る途中で怪物に襲われた。俺は逃げたが、ヤレンの方は。小さい子がいるの、それくらいにして。家に包帯や蒸留酒はある？ちょっと体を引っかかれちゃって。何もないよ、お嬢さん。だが領主様なら必ず助けてくれるだろう。人狼を倒した褒美をくれるかもしれない。決まりね、領主に合わせて。